こちら次です。僕は欲しいものがなくてもついついアマゾンでキャンプ道具を調べてしまうんですが皆さんはどうですか今回は1年中使える夏用の寝袋を紹介します。僕が使っている寝袋はもう売ってないみたいなんですがネイチャーハイクのものがほぼ同じみたいなのでそちらのスペックも紹介したいと思います今回は夏用シュラフの特徴欠点良かったところについて解説しようと思ってますので最後まで見ていってください。 まずネイチャーハイクの寝袋の特徴ですが快適温度が8から22度となってまして春からら秋のの初めぐらいままで使うのに適した寝袋となっております。サイズは M と XL の2種類ありまして M サイズが収納サイズ 12×29cm 重さ 680gXL が収納サイズ 13×31cm 重さが 760g となってますのでバックパックでキャンプする人にも使いやすい寝袋だと思いますね 次に欠点ですが、まずこの寝袋はそんなにあったかさを重視しているわけではありませんし収納サイズを優先するなら仕方ないかもしれませんが気になる人もいるかもしれませんのでそこは注意してくださいこれは僕が持っている寝袋の場合ですがチャックが噛みやすいですネイチャーハイプのものはアマゾンのレビューを見てみてもチャックが噛みやすいとは書いてないですが安い寝袋はチャックが噛みやすいものが多いのでそこは覚悟しておいた方がいいかもしれませんね 最後に良かったところについてですがとにかく軽くてコンパクトなところが使いやすくていいです僕はバックパックでキャンプをすることもありますのでこの収納サイズはありがたいですね軽いのであまり期待してなかったんですが意外とあったかいんですよさすがに冬は無理ですが夜半袖で過ごせるような日だったらこの寝袋があれば十分だと思います僕はこの寝袋を冬でも使っていてダウンシュラフの上にこの寝袋をかけてシュラフカバー代わりにもしてますので これが一番使える寝袋かなと思ってます。ネイチャーハイクのものは値段も3,590円と安いので、一つ持っておいても損はないかなと思います。ネイチャーハイクの寝袋の詳細については概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらもチェックしてみてください。また不具合なんかがありましたら動画にしたいと思ってますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとうございました。